皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、3月3日、18時2分。ですね、以前、フジテレビ系列の番組で小林麻耶さんが、お母さんに、お誕生日おめでとうって言っている、番組が、放送されていたものを見ました。もしかしたら、この判断難しいんですけども、人間の顔が変わるっていう部分から考えると、昔撮影した内容のものを再度放送しているようにも見えましたし、そうじゃないのかなとも思いました。で、その動画を見ようと思ったのが、小林麻耶のお母さんの顔って、台湾の蔡英文総統と似てたかな、どうかなと思って、で、見て、ああ、別の人だと。ああ、さすがにそれはないかということで、安心して、人心落ち着いたんですけども、いや、もしかしたらあるかなと思って、いや、この間ね、昨年の話なんですけども、自宅出たところ、出た時に、下のところに、ね、車が止まっていて、ちょっと口調が、こう電話しゃべりながら、荒めの口調で話されてる人がいて、で、ただ遠回しになんか こちらに会いに来たみたいな形の男性だったんです。でも、こっちもこう、わからんって言いながらも、どこの誰か本当にわからなかったから、その瞬間は、こうしてたんですけども、後から、顔、ちらっとだけは一応見といたんですよ。あんな人、全く見覚えないなって思って。で、買い物行って帰ってきたら、フィリピンの元大統領、ドゥテルテさんで、で、よく考えたこの人、州は株式会社の北神戸店に会いに来てるわと。で、その地図を見てるんですよ。で、行政発表してる、この家の件数と、行政の発表してるこの人口どう思いますかって、フィリピンはどうなってますかで、多分一回見に来て、それから、フィリピンの、大統領に、なっています。だから本当の人口の方ですね、ホームページ淡井圭介の履歴の51番の方を見れば、ある程度の状況はご理解できるかと思うんですけども、ちょっと小林麻耶さんの話とかにちょっとみんなで相談しましょう。宇賀なつみの件に関しても、なんか今、電波で聞こえてきたのが、小林麻耶の声で、はいっていう声が、なんかこう、着信音と一緒に聞こえてきた声、こっちは聞こえてるんですけども、もう分かんない。ちゃんとみんな会って話し合いをしましょう。本当に、2021年に上げられた動画で、今なんか外で笑い声と、誰か人歩いたかな。多分電話だと思うんですけど、見かけないかな、向こう歩いていったかな。2021年に、小林麻耶さんが上げてる、動画で、市川海老蔵さんのことをこう悪く言っていて、こう離婚している、明さんと離婚したとか、その辺の話。さっき理解できたんです。本人が言ってるところを見て。だから、それまで僕どうしていたかって言ったら、基本的に結婚した人とかは、そのそっとしておくの方だから、ある程度ですよ。高島屋とかには、いろいろ言ったりとかしてますけども、いつものルートでね、SD カード送ったりしてましたから。で、普通に言いますよ。麻耶がね、ここの住宅に来た時、小林麻耶っていう認識がまずできてなかった、僕の方ではね。髪型的にも、その動画のような髪型、もうちょっと前髪がこう前に垂れてたような気はするんですけど、髪の毛の長さは、自分のこう、言いたいことを言ってる動画だと思うんですけども、そのね、やっぱり、その住宅の人に連絡してから来るんじゃなくて、僕に連絡してこなかったら、僕も何を話すかっていうところを準備しておくことができない。で、何がどうなってるのかよくわからない。で、去年のニュースでしたっけ、猿之助さんが、
両親をどうこうみたいな形で睡眠薬を飲ませて殺害みたいな話のニュースが流れてましたけども、そこでね、テレビがもともと本当のことをすんなりと話してないっていうところから物事を見た時に、何が原因だったのかなっていうところをこう過去をたどっていくと、まあ、バブル崩壊の1990年があって、でその前に歌舞伎座から新しく、新しいその歌舞伎を行う、まあ、建物を作ってしまっていると。だからバブルの頃に、まあ、そのまま事業拡大みたいな形で作ってしまう、どこか一箇所だけで、例えば関東だったら一箇所だけで、関西もともとあるとこ一箇所で、そこは潰れたらどっかの文化ホールとかを借りて、出し物、お客さんが来るんであればね、出し物をすればよかったと、まあ、こういうふうな形だと思うんです。最終的に経営的なところで言うとね、三親等以内の請求とか民法であるじゃないですか。だから、その離婚してこう請求は来ないような形にしてるケースなのかなとも一瞬思ったりしたんですよ。いや僕の家もだいぶきつくて、父親経由でね、その姉は僕を最初に精神病院に入院させたものですから、大喧嘩だったんですよ。で、その姉も僕の言うことを全然受け入れようとしない。で、その、僕も姉を精神病院に入れてるんですよね。で、姉経由で父親の方に病院からの請求が来て、で、精神病院で1ヶ月の入院で100何十万請求してくるんですよ。で、ほんと、まあ、今、小林麻也の、まあ、麻也の声で、嘘っていう声が聞こえてきてるんですよ。ほんとほんと。これ、警察官分かってないの。これ、何回か有馬警察署に言いに行ってるんですよ。でも、だから僕のホームページに、その病院の領収書貼り付けてるんです。でこれ、高額療養費制度とか使ったところで、何ヶ月も入院させられたものとか、会社辞めさせられるでしょ。で、それで、請求が来るでしょ。はっきり言って人生潰せるんですよ。入院させるだけで。で、その仕組みとかもだいぶ僕の方で、302番かな、精神病院について、まあ、300番台のところでだいぶ内容を暴いているんですけども、それは社会の現実であって、その辺のところはやっぱりちゃんと変えていかなきゃならないで、肝心から目の警察官の人は平気で、もう上からのもともとの悪い習慣で、多分第二次世界大戦より前だと思います、もともとの法律でね、そういうふうに簡単に精神病院に連れて行ってしまう、それで、仕事終わり、これで一件落着みたいな感覚でいたから、そうじゃないから全然。警察官、これは警察官の人たちに向けて言ってるんですけども、違うから全然。コンピューターの電波の稼働の仕方とか、いろんなことを精査すると、これはいろんな部分で無理がある人には無理がある。で、テレビの放送の仕方についても、だいぶフェイクは混ざってある。で、それを嘘言わされた人どうなるんですかっていう話もあるし、もちろんその辺のところ、他の法律を辿っていくと、例えば一般社団法人のに関する、まあ、その後文章長いので、まあ310何番とかを見ていただいたら、記載されてある法律名のところなんですけども、その最初の方の条文のところで、やっぱりその会社を設立だとか、そういったことに関わってきた人たちの責任があって、もちろんその辺のところが一番責任大きいんですね。でそれがやっぱり議員さんとかなんですよ。でその後に、連帯責任だとか、いろんなもの、そこの、まあ、会社法とかで考えていくと、会社のことに関しては、会社で決めたことは会社の役員さんたちに決定権があるから、役員さんたちに言われた、でどうした、ああした、こうした、じゃあこうなったと。まあ、こういうような形で物事を、精査すると。だから、さまざまな法律から見ていくと、テレビの放送の仕方と、この淡いケースの結婚話から始まった部分に関しても、もう話自体はかなり無理がある。で、その、だから今、その、さっき見たんですよ。アップロードしてるのが2021年に言ってるんですよね。だから昨年は精神病院に1回も入れられてないんですけども、それまでどんなことがあったかっていうことを、昨年かな、どう考えたらいいかな、まあ、春先には出てきてるのかな、どうだったっけ、一番最後に、もうこれ入院させられた時はいつか、もう僕も9回も入院させられてるから、もうよく分かんなくなってる、記録自分で持ってなかったら。で、自分の YouTube にアップロードして証言とかすることによって、警察官の人たちとかも、僕の言ってる方向で動いてくれるようになったりだとか、
むしろ全部の話を多くの警察官の人が理解できているのかどうかっていうことになってくるんですよ。結局 NE の残存量問題の話とかもあるし、その春馬整骨院自体が本当は一回解体されてる。で、まあ、一応ここで、かばっておきますけども、そのフルツラパークでね、僕は20歳ぐらいの頃、部屋から飛び出してきて、上着脱がされそうになってる状態で、なんで助けてくれなかったんですかって本当に、本気で言ってるんだけども、その時の状況も僕よくわからないから。でその件に関してもそこで、なんかこう公というか、そのしっかりとね、書類とか作って教えてくれましたっけ。だからフルーツドラーパークで、あの時に何が起きてたのか僕もよくわからないんですよ。淡井圭介と結婚話した人間が部屋にいて、そこに僕か別の人間が、僕が行くような設定、基本的に僕フルーツドラーパークの、お客様が泊まってるところの部屋に僕は行くことはまずありません。一回行ったことがあるとしたら、小学生の頃の安藤美希の部屋に行った時に、フィギュアスケートのその当時、女性の山田コーチかな、その後、コーチ監督、ちょっとフィギュアスケートのところは、山田、なんとかっていう人がいて、僕は人材派遣会社のファインハイゼンからフルーツラーパークに働きに行っていて、で、山田部長を、その後山田取締役になって、もう今はいない。ということらしいんですけども、山田マリアもフルーツラパークで働いている。で、多分山田部長の娘さんだと思われる。だけどその人間もちょっと風紀的にあんまりよろしくなかった、働いた、私の感想は。で、まあ髪の毛を染めてるところも、山田部長、山田取締役も結局髪の毛染めてたような気がするんですよね、男性なのに。だからその辺のところでもうちょっと引っかかるんですけども、そのフィギュアスケートの山田コーチ、女性の、だからその山田部長の嫁さんだったのか何だったのか、なんかこう話がつながってくるでしょう。もともと、まあ大阪っていうところを考えたりだとか、本社が。で、安藤美希は多分安藤証券のところの一族だと思いますとしか僕も言えない。で、安藤美希は小学生の頃、だからそこから、その子も結婚話云々の件かと思った。これ違うんですよ。もっと前に、僕は小学生時代の頃に漢字の辞典を見ていて、毎日毎日。で、弟が生まれたのが小学校2年生の頃なんですけども、その数年後にね、どんな名前がいいだろうっていうことを、まあ、いろんな名前を考えたりとかね、そういうふうなことをしていて、ただテレビ出てる時の名前でしょ。もう全体的なことがいろいろ分かってきましたけども、偽名使ってる人間とかまで、報道のコメンテーターとして出てきている以上、正直ね、もう僕全員身分証明書見せてもらわなかったら、分からないとしか言えないんですよ。で、ちょっと待ってくださいね。今頭の中取られてるから、話しづらくなってる。記憶がなくなってる。今、つい何を話すかの順序が。だから僕、自分のホームページ、免許証、運転免許証貼り付けてるんですよ。で、まあ、基本的に文章量だから、ほとんどの人間はどこから読んだらいいかわからないと思うんですけども、基本的にホームページ、淡井圭介の履歴の一番を見てもらって、まあ、これ、一時停止押してもらって、メモしておいてもらった方がいいと思います。基本的に、そこに、前日アップロードしたものだとか、当日アップロードしたものに、どこそこの欄からアクセスできますみたいな形で、一応そこからもアクセスできるように今作ったりしてるんですけども、その安藤美希、美しい姫っていう名前自体もそうなんですよ。もともとは、その眞子さまとか佳子さま、まあ、眞子ちゃん、佳子ちゃんでも通ってるんですけども、まあまあ、それは成人様とかも、ご理解していただいてるところであって、だからもしかして安藤美希自体は年齢的にどうなのかな、
フルーツラバーグに来たのが何年かと、その当時が何歳かにもよりますよね。で、だから親からつけてもらってる名前だったんでしょうけども、何らかのつながりがあった。で、自分の祖母の旦那が人事院の人事官だった可能性があるわ。可能性としか言えない。まあ、少なくとも、まあ、小林、まあ、や、まあ、一応さん付けで言っておきますね。さんだとか、まあ、淡井圭介と結婚話をしに来た人たちで、何人かは見たことありませんかね。まあ、正装でね、雅子様とかが、徳仁様が、こう、バラの、まあ、一体の、フルーツフラワーパークの、正装で入ってこられて、いろんな国の人たちと、だから、ドゥテルテさんも多分、その頃から関わってるのかもしれないですよ。だから、ちょっとね、まあ、オバマ大統領はまず間違いない。僕の方で読んだ人権作文の方、中学生の頃に書いた人権作文、そこから黒人初の大統領の話が始まってますから。で、まあ、日中友好関係もそうなんですけども、世界中で一番悲惨な戦争をしたのは日本と、あ、えー、じゃあ日、日中友好関係じゃ、日米友好関係、ごめんなさいね。そこもちゃんとしなきゃならないんですけども、日米友好関係、その辺のところの話とかもあって、世界で初めて原爆落とされたのは日本であり、日本が、まあ、最後というような形、まあ、今後もないと思います。エネルギーの残存の問題の方で考えていく、絶対そうなんですよ。で、そこで、まあ、黒人初の大統領、日米友好関係も込みでね、行っていくと。で、まあ、近隣どこの国も、まあ、今までの歴史を振り返ると、まあ、戦争をしたいきさつっていうのはどこの国も抱えているのであって、日本とアメリカがすごく友好関係を世界に対して、まあ、発信することによって、いろんな国もその隣国同士とのいさかいみたいなことをね、まあ、起こさないだとか。まあ、個人的な SNS とかで言っちゃう人は言ってますけども、やっぱりそれ年齢にもよると思うんですよ。高齢者であればあるほど昔の状況とかに深くこだわっている。で、残念ながら、田崎史郎さんっていうコメンテーターの方いらっしゃるじゃないですか。これ、今年の2月のニュースウオッチ9で出てきた、多分昔の映像だと思うんですけども、日体大学の名誉教授として全然違う名前で出てきていて、で、この間の関西のね、番組だったと思うんですけども、報道関係の番組で田崎史郎として出てるんですよ。で、田崎史郎さんに心の声の方で、どちらの名前が本当なんですか？それとも両方とも嘘ですか？って聞いたら、両方とも嘘、そう、両方とも嘘の可能性はあるっていうことを、そういう方向ではっきりと大きい声でバシッって言ってきて、こんな世界絶対無理、本当に滅ぶよ、本当に。で、ちょっとみんなね、住宅の集会所にふ、あの、来るのに、来たりとか、まあ、普通に僕の家、僕がこう、記憶をしっかりと戻している時に、僕の家に話し合いに来ないっていう時点で、そこでもうよく、全くわからない。その時こそ解決できるチャンスとか、まあ、そういうことになってくるんですけど、ちょっとね、そこまで行って委員会の方とかでも、一回、ちょっと、まあ、小林前番組に読んだりとかで、本当の頃、結婚してませんでした。まあ、小林麻耶さんへ向けての、まあ、メッセージというか、まあ、聞いてると言った方がいいんじゃないですかね。かといってコメント欄にそのコメント書いてくるわけがないとは思うんですけども、これはね、その一般の社会の皆さんに知っていただきたい、これが現実であって、結婚話多くの人間とはしたはいいけども、多くの人間がアナウンサーとしてテレビには出ましたけども、その後、話し合いになった人間がいないんですよね。ちゃんとお互い、書類とか録音機とか持って話しなかったら、どうせ忘れます。何年か経過した時に。どうせややこしい、複雑な話になるから、そこしっかりと文章化しておいて記録しておいた方がいい。で、結局この話が一体何だったのかっていうのが、まあ、僕の年齢近い人たちはみんなそうだと思うんですけども、
で、その僕はスポーツの勝ち負けとかの証言とかでね、ずっと睡眠不足にさせられていただとか、そういうようなことを言っていて、で、一応僕のホームページの方から、その小林麻耶さんのね、自分がこう、言いたいことを言ってる動画ありますけども、まあ、その動画にアクセスできるようにしておきます。でね、正直ね、2017年ぐらいまでの頃の、顔のイメージで、まあ、見ていたりしますから、時のその髪型とかで僕の横を歩かれたりだとか、あと、精神病院のその睡眠薬だけを今もらいに行ってる富永神経クリニックの方は問題ないんですけども、その入院施設付きのところね、もうそこは精神を生産されなくなる薬とかを飲ませていたから、だからそれは、入院させられる前の2004年、5年の、公用病院の時に、まあ前も来てくれたじゃないですか。で、その前に、高島彩が来ていて、そこで一回僕、号泣してるんですよ。まあ、後々この辺りとかをこう調べ回って、はっきり分かったんですけども、多分精子の生産されなくなる薬を飲まされた人とかから、健常者が生まれないんじゃないのかっていうのが、まあ僕の、限界であって、それは正しいデータっていうのを、情報を集めれるところとしたら、テレビ局や行政のごく一部、カウントしてるのであればね、カウントする期間がないんだったらわからない。で、この辺りに、障害者を、施設に入れておくような施設がある。精神病院はこの辺りにある。神戸市の北部や三田市の。だから、その辺のところで、全部話の整合性はついていて、だから僕は、高島彩の前で号泣してるんですね。で、そこで高島彩は、もう服とか私が買ってあげるから、もうこのまま私の家に来てということを言ってくれてたんですけども、やっぱり、ね、先に全員名前出してる人が電話番号だと思うんですよ。で、そこで、家帰ってから家族に言わなきゃ、まあその当時、2004年か5年ぐらいだから、今から20年ほど前じゃないですか。だから、自分の親とかに、言わなきゃならないだろうし、そのことを。だから、高島屋は東京へ連れて行って、まあ、一緒に住むうんぬんとかを考えてくれ、まあ、服とか私が買ってあげるからって言っていたから、まあ、僕はそう思ってるんですけども、だから、結婚話このまま放置しておくと大変なことになるから、もう自分がっていうようなところだったのかもしれない。で、もし、その時に電話番号とか教えてくれていたら、いろいろ相談とか、ただ、精子の生産されなくなる薬に関して、まあ今でもそうなんだけども、正確なデータがない。で、もし僕と結婚して子供を産む人がいて、その人から健常者が生まれるのかどうかっていう悩みは今も抱えています。で、ちょっとね、動画でアップロードしてる内容とかいろいろ見ていただいたらわかる通り、そのコンピューターと神がかり的な力のこのハイブリッドの世界の中で、もう相当複雑なことが、日々起きていると。で、それに向けての対処の部分でもすごく難しい部分がどうしてもあると。まあ、これは世の中の現実であって、小林麻耶さんもそうですけども、綺麗な顔になってる時とそうじゃない時の顔がある。まあこれは僕もそうですけども、まあ適当に自分の動画で、この時は綺麗に、まあ綺麗な顔でいるなっていう時の動画でも適当に欄作っておいて他の人とかに見てもらって、認識、まず、どこの誰か顔見た時に、本当に、これなかったら声かけれないですか？安倍さんも僕に声かけれませんでしたから、2021年の12月2日、春山整骨院の横にシーマという車種の車が止まっていて、そこから安倍晋三さんが降りてきて、僕は買い物行くときに、向こうに歩いていくときに、ガチャって車から降りてきて、まあ、背の高い人で、こっちに向かってきたから、何やろこの人と思って、ちょ
ちょっと距離置いとこうかなと思ってそのまま買い物行ったんですけども、その時も安倍晋三さんが例えばね、別に安倍晋三さんのせいにしてるわけじゃないんですよ。安倍晋三さんが「ああいかん元総理の安倍晋三やで」とかこういうふうにこう言ってくれたとしたら、僕は声でわかると思うんですよ、安倍さんの声は。さすがにだけどもその時安倍さんは僕の名前を呼ぶことができなかった。でこれは僕も他の人に対して声出して名前を呼んだりすることはまずできないの、基本的に。本当にこれは多分みんな予定で基本的に動いてるから、何を話したらいいだろうをやっぱりこの人そうじゃないかなって思う時はありました。だけどもその後何々さんですかって聞いて、はいそうですってなった後、何話そうになるんですよ。それを延々と繰り返してもしょうがない部分があって、ただその急にこれを撮影し始めたのはその動画を見てね、小林麻耶さんがその明さんと離婚したとかそういうような内容を動画でアップロードしてるんですけども、正直みんなしてることが全然よく分かんないんですよ。まあそのアナウンサーだけじゃなくて男性の方とかでも、例えばガンダムの生みの親、富野さんだとか、例えば僕からの提案で作ってもらったそのナラティブとかね、ガンダムの作品、ちょっとね、僕自身が恋愛関係の部分とかも含めてなんですけど、まあ、人生自体がやっぱりこううまくいってないんで、やっぱり悲しいお話みたいな形になる。まあ、君の名前に関しては絶対ハッピーエンドでっていう形でね、新海誠監督に頼んでたんですけども、まあ、天気の子に関しても、まあ、僕のホームページとかをいろいろ見てもらったら、その95番台とか、あの辺りですね、その時の映像とか見てもらったら、どういうふうにすれば雨、晴れ、そういった形になるかとか、台風消滅とか発生する数が少なくなるだとか、そういったことは理解できるかと思うんですけども、多くのことを解決しなければ、エネルギーの残存の問題を含めて、ね、で、そこでどう考えても、テレビ局のフェイクニュースとかはどう考えてもいらない。で、あと、その、結婚したことになっていたのか、本当は離婚していないのかとか、やっぱりそう考えます、本当に。ただ、あれだけ怒ってるから、そもそも本当は結婚してなかったのかなとかにもなるんですよ。か、もしくは、なんか市川海老蔵さんとに対して文句を言ってる動画でしたけども、だからそちらの方で僕のことが、僕をどういうふうな状況でこう捉えていってなのかか、マスコミに追いかけられていてとか、問題点はいろいろしっかりと出さなきゃならない。その全国紙の新聞社5紙とか普通紙の、ああいうふうなところだけでいいと思うんですよ、マスコミっていうのは。あとは地方の新聞紙で、例えば神戸新聞だとか、あとはまあ各地域の新聞普通紙のところで、どういうふうな社名の、新聞社があるのか分かりませんけども、新聞協会だけで100社ほどあるじゃないですか。だからまあ普通紙の一般的なその新聞紙だけで僕はいいと思ってますし、そういうふうなところだけがマスコミとして存在するっていう形で、その辺の図書館の人間とかが、マスコミとして、何か聞きに行くとか、これはもう論外であって、その自分の名前を明かさないで記事書いてる人たちもたくさんいるでしょ。例えば僕みたいに運転免許証とか公開しないで、だからそれは自分たちがこう訴えられたら困るっていうこと分かっておいて、好き勝手なことを、書いて金に変えてるんでしょ。だからどちらかといったら、ね、その人たちだって本当は、法廷に出なきゃならない立場になるから、社会全体として情報を
きちっと本当のことだけにしなかったら大変なことになると。で、僕の方では小林真央というものは多分死んでないはずであって、僕の証言してる内容によってで、その小林真央がなぜ死んだことにならなきゃならなかったのか、なぜ大変な目に遭わなきゃならなかったのかのところ、おかしいでしょ。強制わいせつしたのは大瀬まりな。その前に、本田智子と小林真央が駆けつけて、小林真央は未来からの声を聞いていて、そこで強制わいせつされてるっていうことを、聞いてるから、小林真央も、僕を連れて帰ろうと神戸大学附属病院で、言っていた。ただそれは両顎を割られてオペが終わった後で、ちょっと動いただけでもここに振動が来た、痛いんですよ、こちらもね。歯並びとかもガタガタになって、歯も一本、折れて、もうどこ行ったか分かんない。で、まあオペが終わった後、全身麻酔ですから目覚まして状態を起こすこともできない、その状況で連れて帰るって言われても、それはね、やっぱり車椅子は私が押しますからとか真央ちゃんは言ってくれてたんですけども、揺れたもう振動で痛いから、だからもう急に僕もその後自分が強制わいせつされるって思ってないから、東京にそのままの姿でってこう言われた時も僕もしかならなかったから、だから全体的に話歪められてるか、誰かを隠蔽しようとしていた。党の話とかも含まれてくるのかどうか、ちょっとその強制わいせつの件に関してはどうかわからないんですけど、ただ医療業界の件のその法の悪用に関しては人権の部分から考えるとね、大間さんの話を先にしてたのは人権作文の話から入っていって、まあ、人権的にどうなのかっていうところで、あとそれだけのことをこの人がしたのかっていうことを考えたときに、精神病院に入れられてるほとんどの人はそれだけのことをしてないんですよ。ちゃんと裁判所で、法廷でその後どう処分されるべきなのか、その罰金刑、金額はいくらなのかとか、そういうふうな形にするべきであって、それを医療機関とかはたらい回しにして金稼ぎに走る、これ違うでしょっていうことなんですよ。だからそこに科学の世界があって、スポーツの勝ち負けなどがあって、電波での攻撃無理やり起こされるだとか、寝させてもらえないだとか、そういうふうな部分があると。だからね、小林真也さんが、まあ真也が結婚したのが、ちょっとまあ普通に言わせてもらいますと、一応僕の方が年上ですから、結婚したのはあれでしょう、2017年以降に僕は高島彩ルート宛てに送った SD カードで、もうみんな自由に結婚してくれたらいいからっていうような、もう母親の介護があるから離れられないっていうことを送って、で、何人も、でしたよね。もう一人一人のその結婚時期とか、それもねよく分かんなくて、それが結婚したことにさせられたのか何なのかもよくわからないし、でちょっとね、その今までの一連の件についても裁判所通してね、裁判所の判決を持って、今までの本当の話っていうものをね、世間にちゃんと公開するべきだと思うんですよ。だからそれは藤原紀香さんとかもそうだし、例えば米倉涼子さんとかもそうだし、あとは結婚話しに来た、木川麗さんもそうだし、名前書いてなかったんじゃないかな、木川麗さん。だからアナウンサーだけで20人を超えたりしていて、まあ、こちらとしては、もう誰が誰か分かんなくなる、本当に。で、まず名前と住所、電話番号を教えてもらわなかったら、あとはテレビに出てる期間の長い人であればあるほど、なんとか思い出せる、その思い出せる条件とかもね、どこであったとか、まあそういうことも記録していって、まあ整理整頓していった方ですね。だから何年も前の
どこそこの勤務先で誰それに会ったとか、それを思い出すだけでも、なかなか大変で、例えば今日アップロードした動画の中で、関西の読売テレビに黒木っていう女性アナウンサーがいるんですけども、神戸市立ホテルフルーツラーパークへの賃金の未払いの件についての裁判で、書類を作ってる時に、多分その当時学生だったと思うんですけど、平成21年ぐらいだったと思います。ここの住宅に、来て、コピーするのを手伝ってはくれてるんですよね。僕がある程度何かこうこうこういうふうにとかこういうことを何か教えていたかもしれないし、だからテレビ局というところがどうあるべきかっていうところで根本的な改善をしなかったら社会全体が結局っていうことにもなるし、まあ市川海老蔵さんの文句を小林真也が言ってる動画を見て、僕は今違和感はあったんですけども、一般的な公開ではまあ姉妹仲は良くて、市川海老蔵さんの家に遊びに行ってるだったんですけども、まあ公金の流れたニュース、それが本当は数年前にも流れたニュースか、僕もよく分かんないんですよ、あの猿之助さんの県のニュースが。で、まあ、結局本当はその歌舞伎座というものを増やしてしまって、あのビルごとなのかフロアの一部分なのか、どういうふうなお金の回りだったのか僕も分かんないんですけども、ただ経営面で大きく、バブルが崩壊する前に、無理状況、無理設定はできてしまっていて、それを見たときに、まあ、猿之助さんの立場もかわいそうだなとは思いましたね。いや、だからもう絶対ずっと人口は、僕生まれてきた後もずっとこう、基本的に毎年減っていってますから、逆三角形のピラミッドに。市場規模は縮小していくのに、それだけお客さん、来てくれるお客さんの数は減っていくのに、もうどうしようもない状況はあるのに、バブルというような形で余計な建物を作ってるでしょ。だから今の状況は全く同じで、株価はもうわけわかんない価格になってるでしょ。4万いってるんですよ、日経平均株価が。バブル崩壊前より高くなってるんですよ。人口もだいぶ減ってるのに。で、ドテルさんの話に戻しますけども、そもそも日本人って6000万人いるかどうかっていうところなんですよ。日本に住んでる人ね。家の件数で分かりますから。これが一般人に話すると、行政の発表してるデータだから行政の方が上だみたいな、完全に勘違いしてる人たち。行政もそんなに大したことないですから。全員が全員。本当にものすごく、詳しく分かってる人は、現場まで自分で、調べ回って、実態っていうもの、本当のことを、精査する。それがマスコミの本来の役目。で、それはもう大手、5社にしておく。あとは地方の新聞社と連携を図る。で、正しい情報、本当の話だけに留めておく。それをしなかったらもうめちゃくちゃですね。本当に。まあ、小林真弥さんを責めてるんじゃなくて、まあ、テレビ局のアナウンサーとして入社して、あとね、報道ステーションでまだ分かんないことがあって、小木さんっていう人いますよね。あの人もともと交通機動隊の警察官なんですよ。それは映像で見たから知ってるし、有馬警察署にね、一回警察官として働きに来ていたことはあったんですよね。で、奥の方で、いや、うつむきながら書類書きながら、なんか、僕も本当のことだけにするととか、なんかそういう、僕も本当のことだけでいいからとか、なんかそういうふうなことを奥の方で言っていて、それももしかしたら小石さんだったかもしれないし、ただ、あの、岡和駅の近くの交差点のところで、落ち葉をね、こう、掃除してる人がいて、そこで一緒に立ち会ってた人は小石さんでもあったと。だその時、小池さん、今もそうなんですけど、小池さんを見かけた時に、小池さんに 何を話ししようかなと、小池さんもしかしたらフルーツラーパークで僕と会ってます。2007年、8年、もしくは1997、8、9年のあたりだとか、2001年の、フルーツラーパークレストランカトリアで僕は店長していた時とか、っていうのは、
昨日、いや、ここ数日前の、報道番組で小木さんが国会を歩いてるところの姿を見たんですよ。もう顔は小木さんとそっくりで、テレビ出る時のお顔が、まあ、あの、だからね、国会議員の人とかがテレビ局にコメンテーターとして名前書いたりして出てきたりしてるでしょ。だからもうその時点でね、非常に判断難しいんですよ。だから僕から見たら、え、小木さんも国会議員の人なんですよ。いや、もう分かんない分かんない、背広着て国会歩いてるだけで、記者として現場に行ってただけかもしれないから、ただ部屋入って行ってましたから、基本的に議員さん同士集まって話する部屋に。え、じゃあ小木さんも結局議員さんだったっていうことですかっていうことになるんですよ。もともとテレビ局自体が純利益まずなかったでしょう。車の生産とかを増加させたりとかで、結局自動車メーカーからの CM 料金とかで、うんぬんのところで。で、コロナ前までの時に純利益が出ていた、消費が加速する世界に変わってしまっていた。だから、うん、物事がもうめちゃくちゃになったままですね。だから、去年かな、小林麻耶のお父さんと思われる人がスポーツカーを乗り回していて、岡場駅近くの交差点、トヨタがある方のところですね、そこで、ものすごい勢いで、タイヤギュルギュルギュルって言わしながら、こう、右折して、僕の目の前を通り過ぎていったんですけども、わかんないわかんない、何が言いたいのかわかんない、本当に根本的に。いや、一応これ笑いながら言ってますけども、ただただびっくりするだけだからあの人大丈夫かなっていう感覚で、自分のしてることエネルギーの残存量問題含めて。だから僕は二十歳ぐらいの頃に世界国勢税の方のデータですよ、技術的に採掘可能な原油の埋蔵量が69年分で、で、それ先々まで掘っていく分を計算入れての、計算で出してるんですよ。で、2011年のデータで残り59年分、2022年のデータで残り54年分なんですよ。まあ、自然再生可能エネルギーとかを増やして少しずつ先延ばしにしているっていうだけで、ただただ、消費が拡大していて、自動車の生産台数が年々増えていってるんですよ、世界的に見ると。で、昨年が8500万台も作ってしまってるんですよ、バス、トラック含めて、自動車。二輪は別です。で、世界大にもうすでに15億台は出回ってるんですよね、車が。で、みんながみんな車を乗る世界が最初から無理であったと。基本的にどこの国も今は多くの人が電車、バス等で移動ができる、ほとんどのいらない仕事をしっかりとなくす、仕事をさせないようにする、で、いや、余計にね、建物を建てて、で、また、倒産した建物を解体しなきゃならないですよ。ずっとこの辺りでもそうですけども、店舗を出しては、撤去して、店舗を出しては撤去してをずっと繰り返しますから、もう、そういう、その、この辺りに例えば薬局屋さんが何軒あるかだとか、例えば内科とか外科が何軒あるだとか、そういうふうなところで、この辺りだけ異常だなっていうことはすごくよくわかるんですよ。あとはイオンモールエコリラっていうのが岡場駅の駅を降りたらありますけども、その辺りの、その、テナントっていうのはコロ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 言い換わってる。結局どこもそう、人口ずっと減っていってるんだから、新しく店なんかオープンさせなかったらいいんですよ。ずーっと合併。もうこれは本当の話。
その小林真弥さんの方で、なんかこう、喋り方がね、こう、よそよそしい形になってしまって、あれなんですけども、なぜ市川海老蔵さんに対して、ああいうふうな文句を言ってたのかとか、その辺のところはよくわからない。それが、商業原理的なところでの倒産だとか、その、経営的に限界が来ていただとか、そういうふうなことがあるのかとか、まあちょっと、ああいうふうな動画を見たら、まあいろいろと考えますね。2021年でしょう、動画アップロードされたの。コロナウイルス騒動で、まああとだから、まあ経済的に行き詰まって、まあ歌舞伎自体を開けるような状態ではなかったですよね。まあ、スポーツ自体も、映画館とかも間隔を空けて座ったりだとか、そもそもオリンピックではお客さん入れてなかったりとかだったでしょう。コロナウイルスの件については文章で記載している本のところを読んでもらったらわかると思います。まあ、そういうことですね。だから全てはエネルギーの残存量問題に直結する。それが分かっている人と分かってない人と、では、雲泥の差がある。だからまあ、警察官の人たちもそうなんですけども、そこまで、意識が回ってるのか回ってないのかっていうことなんですね。で、まあ、警察官の人もね、やっぱり単体で動いても無理があるでしょうから、まあ、全体的に動かなきゃならないし、そもそも自動車の生産台数を世界中で100分の1まで低下されなかったらお話にならない。本当に。で、それはできるんですよ。なぜなら、中古車センターが、この間はビッグモーターの件を報道で放送してましたけども、あれは昔の件だったはずなんですよ。で、その当時の社長をされた人が、その倒産した後、その社長をされていた人は、海外の報道関係の、アメリカの方の支社に行ってるんですよ。で、この辺もそうなんですけども、中古車センターが、中古車販売店が丸々潰れて、そのまま車置きっぱなしなんですよ。車からコケ生えてるんですよ。誰も回収してないです。で、僕の方で撮影して、金属回収地点ということで撮影して、そこの地点はね、もう長い間見に行ってないので、今どうなってるかわからないですけども、他の地点は、例えば自転車置き場とかから、一度回収した自転車置き場から一回、ほとんどの自転車、もう 99% ぐらいが、ちゃんと、回収されて、オートバイも。オートバイは、まあ、20台ぐらいあったのかな。そのうち、まあ、10台か10何台ぐらいは回収されていて、まあ、そこを溶かした方が早い。金属回収して、採掘するぐらいだったら。で、まあ、他の地点とかも、きれいに、金属は撤去されています。だから政府の一部の人間で、上層部の人間で、僕の言ってることを理解してる人たちは、そういうふうに指示を出して、動いてくれてますね。だからその辺のところとかも警察官の方はご理解していただきたいですね。いろんなところを僕は撮影してることに関して。行政はそれで動いてますから。もうそれだけじゃないですか。もう世界的なところで昔から深く関わってますから。あとはトヨタの自動車の生産台数とかを100分の1まで低下させて、あとは建築業界に関しても余計なものをずっと作りっぱなしで作っていて、本当に作らなきゃならないのは、例えば本当のバイオマス、汚泥、まあ、下水処理場からの汚泥プラス生ゴミからメタンガスを、生産して、作る、まあ、工場ですね。まあ、大きなタンクがすごくたくさんいると。で、そこのタンクに関しては地上でも問題ないし、まあ貯蔵しておくメタンガスに関しては地下タンクの方が、まあ都市部に作るんであればその方がいいでしょうし、まあ昔中国とかでも、まあ兵庫県の姫路市でも工場地帯でもあったんですけども、ああいう燃料タンクとかに引火して大爆発するともうとんでもない大爆発になるんですよ。中国の方でも大げさな言い方をすると、まあ、町一つ吹き飛んだみたいなぐらいの爆発の仕方ですね。まあ、メタンガスの、まあ、貯蔵量によってっていうことになるんでしょうけども、今僕は例えているのはね、それはやっぱり地下タンクを作っておけば全然問題ないですから、ガソリンスタンドは全部地下タンクなんですよ。
で、ガソリンスタンドで大爆発を起こしてるところ見たことあります？ないでしょ。地下にタンクを作ってるからなんですよ。いいとこはまあ給油ノズルとかから、ガソリンとかが漏れていてそこに引火して、発火してるぐらいで爆発しないんですよ。だから地下タンクにしていれば全然問題ない。で、それを日本中の下水処理場自体は1500箇所ほどあるんですけども、そのあたりの近くに、まあそういった設備を作る、もしくは、まあもともとゴミ収集をしていて、ゴミ処理場に作れるところは作った方がいいのか、まあ他の空き地とかに作った方がいいのかっていうところあるんですけども、だからまあそういうふうなところを早く進めていかなければならないのであって、万博なんかする場合じゃないっていうところなんですけども、うん、まあその辺のところでなぜ万博の話になったかは詳細は僕の方で述べています。うん、なあ、まあや、もう結婚して結局子供を授かることができなかった立場なのか何なのかっていうことにもなりますし、ただね、よくわからないその状況が全く、もうさっき動画ある、先ほどの続きです。動画撮影中、容量が足らなくなって途中で、撮影が、中断してしまいましたので、再度再開しています。次何話しましょう。まあ、209号室だったら米倉涼子さんが家出た時にね、誰か今家の前通ったなと思ってこう扉ガシャって開けたら、隠れるかのようにおいしそうに米倉涼子さんが209号室入っていっても、大慌てで入っていけたから。ごめんなさい、本当に米倉涼子さんの方が一つ年上なんですけど、ついついこういう言い方になります。で、2002年のね、あの経団連会長は米倉さんっていう人だったんですけども、神戸市長田区の、旭化成かどこかの、旭化成じゃなかったかな。まあ、何かの、まあ、会社の、社長さんだった人が、まあ、もともと大きな、大企業。中の一つの会社の社長さんだった方が経団連の会長の米倉さんだったと思うんですけども、それ多分その安倍晋三さんの件もそうなんでしょうけども、阪神・淡路大震災で被災したわけじゃないですか。だからそういった部分と、まあ安倍晋三さんの場合はもともと総理の孫であるっていう部分と、まあ、金属に詳しい、河川水門回復、地下水流ストレートトンネル式、回転扉式発電とかにもともと対応してもらうがためだったと思うんですよね。で、まあまあフルーツラパークでもともと会って話しています。もしかしたら小学生の頃会ってた可能性もあるんですよね。まあ、神戸市ソーテルフルーツラパークに皇室の人たちとか議員、当時の議員さんとかが、来るようになって、テレビ局の役員さんとかっていう話になったのは、阪神・淡路大震災の後、親戚のうち、まあその前後ぐらい、阪神・淡路大震災の後だと思うんですけどね、親戚のうちに武田恒康さんが来てからだとは思うんですけどね。旧武田家の、旧皇族の武田恒康さんです。でそこの武田恒康さんのお父さんが日本でオリンピック協会の会長この間の東京オリンピック、9600億円以上の税金の使い込み、いやまあその辺のことに関して、ただね、東京の都政六法の方で2006年にオリンピック の基金を集める条例が出来上がっていて、その頃の、東京都知事は石原慎太郎さんだったでしょう。石原慎太郎さんは神戸市立ホテルフルーツラーパークで、あの人ももともと出身地神戸市なんですよ、出生地が。でフルーツラバークでに何回も足しげくこう、まあ、神戸に戻ってきた時とかに、会いに来てくれて、まあ、話したりだとか、まあ、鳩山由紀夫さん、邦夫さんもそうでしたけども、
そのお二人は、和食の胡蝶蘭というところで座って、二人が座っていて、僕はまあ立ってる状態で、まあ、ウェイターという位置ですけども、まあ、15分か30分ぐらい、まあ、いろいろ話したりだとか、まあ、まあ、ほとんどの人が大体いろ、ある程度いろんな話をしてるんですよ。例えば、菅さんが確か、その、僕もね、もう何十人、多分100人、地方議員の方まで含めると、もしかしたら1000人超えるかもしれないんで、議員さんだけで。その当時、まだ20歳ぐらいだったのに、その、兵庫県議会かな、神戸市議会かな、それとも自民党としての党のパーティーかな、その、パーティーといっても特に食事は出ないですよ。ウーロン茶。この人の前でビールなんか見られたら大変なことになるからっていうことで通ってたみたいで、この人何でも言ってしまうからっていうことで、まあそこで何名かの方、あ、そしたらこの人真面目な方だっていうことで、で、僕がその皇室の人たちとお会いしたりだとか、その一部の人はもしかしたらそのパーティーの中で、その河川水門回復地下水流トンネル、回転扉式発電に関して知っていた人ももしかしたら何名かいたかもしれませんで、議員になることを進めてもらったりだとか、まあそういうふうな経験はありました。まあ河川の撮影しに行った時に河川の横にこう井戸があって、それを撮影してから、兵庫県知事が井戸さんという方になられてるんですよ。まあ、兵庫県知事としてかなり長い期間知事を務められました。で、70何歳になった時に、そのいつものルートで送った SD カードの方で、もうご年齢もご年齢ですから、公認の方にこうチェンジということで、どうでしょうかということで、まあ、その井戸さんの、その娘さんかお孫さんにあたる女性が親族の方で、その当時神戸市議団の人で、移動、その後県会議員になられてるんですけども、その移動っていう人にも、誘われましたね。議員に河合さんも何歳になったら議員ですよねみたいな形で、ただその当時の僕は全く法律のこと、まあ今でもそうですけども、法律にそもそも長けてませんから、そのプロの人たちと比較すると、だからもう全くお話にならないし、まあ今の状況も見ていてもそうなんですけども、議員になってもこれ動くに動けるのかなっていうところありますね、正直。だから、誰がどうするんだろうっていう、エネルギーの残存量問題の、その当時の話とかもし覚えていたらっていうのもありますし、まあ、やっぱりテレビ局も本当は合併するべきだと思いますよ。その経済原理的にもそうですし、あと小林真也さんだったらセントフォースでしょ。で、その社長の久保さんっていう方、2002年サンパレスロッコに何回か来てませんでした。女性の、どこそこの会社の社長さんっていう方が来られたんですけども、もうその当時、サンパレスロッコの役員だった男性の、まあ、西尾っていう方がいらっしゃったんですけども、まあ、その人が、その人たちとは、あと久保さんと、あと他にもいろんな人たちが集まって会議をされていて、一緒に座ることを勧められたんですよ。で、何の会合でどういうその議題だったのかわからないんですけども、でも僕、その当時の年齢が、2002年のサンパレスロッコでしょう。25ですね、その年で。
だから、意識的に現実味がなくて冗談でおっしゃられてるのかなと思って。その時の僕は今までどういうふうないきさつがフルーツフラワーパークとかであったかっていうことが終えてなかったですから、まあ、全く何の戦力にもならないでしょうし、何が起きてるのかも分かってなかったですからね、自分の身の回りで。久保さんもどうなんでしょうね、もう役員代表取締役、まあ僕思ってる人と違う人かもしれませんけど、想像してる人と、公認が、まあ、ちょっと名前出すのおかしいだ嫌だからその朝の時間帯、これ怒りたもん、それ僕もその世界から逃れたいですから、朝起こされるのも嫌っていう。だからね、それ西尾ゆかりとか高島屋とかでも十二分に分かったから、これ多分起こされてるんだろうなっていうことが。夜は夜で本田さんのこと開いてようだったでしょ。やっぱり番組見ないようにして回避しておくしかないんじゃないですか。それが一つの手段なのかもしれない。もうそこ繋がられたらほとんど24時間戦いますかの状態になるから、そんな話どうで受け入れられませんで起きられるかの話になるから、もうね、そのゴルフの世界とかもそうですけども、スポーツの勝ち負けなのか何なのか何で起こされてるのかっていうところははっきりとよくわからない状況でもあるんですけども、もうその辺を踏まえて、だからその辺の部分とかでも、まあ小林真央が大変な目に遭ってたんじゃないですか。なかなか寝れなくてっていう電波でって、それもあるんですか。もしくはその僕が強制わいせつされた件のところのその情報を縁に、情報を、曲げた人間、僕からしたら証人になるんですよ、証言者。だから生きてもらっておかなきゃならない存在ですね、小林真央さんが。まあ市川海老蔵、堀越高俊さんですかね、まあまあ、一応フルーツラパークで2人で話していた時座って、その時の記憶があるんであれば、まあ別に普通にお互いあの話してもって、別に敬語じゃなくても大丈夫っていうことで2人で話し合いはしてるんですけども、まあまあもう何十年も経ってますからね、覚えてくれてるかどうかは分からないんですけども、会社が背負った借金とかでしょう。まあ、この世の中ではあるあるなんでしょうけども、この辺の近くの一軒家でも例えば3000万円を超えるような一軒家から人がいなくなってるっていうのは、あの何件も見かけます。もともと仕事の絶対数とかいろんなことを社会に公開しておいて、物事を組み立てなければならなかった。で、やっぱり公務員の人たちとか、こう基本給がずっと上がっていった人たちと、そうじゃない民間の職業の人たちとかだったら、こう年収がもう倍以上差が出てきますから。だから、もうその時点でね、結局一軒家買えるの公務員の人か、大企業で最後の方まで残っていられる人、会社に。期間雇用とかの人たちだったらやっぱり一軒家を買うっていうのはまあ無謀ですわね、やっぱり。何回考え直してみても、二十歳ぐらい過ぎの頃から例えばエネルギー庁とかで雇用してもらって、で河川水門開始、玉発電、地下水道トンネル発電を進めて、蒲田発電とかも進めておくべきであったと、まあ、こういうふうなことになってくると、まあ蒲田発電の方もいろんな運動部のある高校大学に設置して、まあ、ある程度先々まで残るかなっていうところの高校大学プラス、小中学校場所によってと。まあ都市部とかだったら家屋を解体した時に
まあ、あの木材が出てくる。で基本的に各学校にあればトラックに乗せなくても運べるんじゃないかなっていうところもありますし、力仕事として時間給を与えながら高校生とか大学生の運動部の人に運んでもらうとか、そんなに大した量は出てきませんから、そんなにしょっちゅうしょっちゅう建物の解体があるわけじゃないですし、で、かまど発電を各学校に装備していれば、そのもともと昔は金属鉄を溶かすときに1300度以上まで温度を上げてましたから、結構発電はできるはずなんですよ。まあ、もののけ姫のタタラバとかを見てもらったら分かりますね。まあ、昔はああいうふうなことをしていた。で、まあ、燃やすものって言ったら、燃えるゴミの日の、その、新聞紙とか、燃えやすい雑誌類、ジャンプマガジンサンデーとか、ああいうふうなもの。まあ、そういうふうなものを、まあ、燃やすものとして、まあ、暖が得れるだけでもね、だいぶプラスマイナスで消費する分と、考えると、だいぶガラリと変わってくると。例えば、石川県の能登半島でも、もし、各学校にかまど発電が装備されているのであれば、まあ、倒壊した家屋の解体した後の瓦礫の木材とかもそこで、暖を得ながら電力に変えることができていたと。やっぱり電気が通るだけで被災地の人たちの、話も聞いてると、やっぱりもう全然違うと。暖が得れると、ストーブからって、電気ストーブとかから。だからそういう部分とかもあって、そういうのをしっかりと進めておくべきだったなっていうのは、まあ僕の、まあ人生の一つの今までの件の後悔でもありますね。まあ一年ぐらい前に小林麻耶さんが動画をアップロードして、まあ一度撮影、最初に撮影されたのは2021年みたいですね。だからまあ、何をどう受け止めたらいいのかっていうのは、まあ、僕の方でも全然よく分からなくて、まあ、今痛いっていう声が聞こえてきたんですけど、まあ、胸の方 の痛みだと思うんですが、まあ、こちらの方にも、今さっき一緒に来ましたね。まあまあ、法律用語でね、お互い浄化っていうことを考えたらいいです。そしたらそういう部分も、収まると思いますし、そのかまど発電とか河川水門開式地下水流トンネル発電、まあ正式名称は当時そういうふうに述べてたかどうかわからないですけども、その辺の話のことをね、どれぐらいの人が知っているのかどうか、証言できそうな人とか、まあ、これ本音のところで、例えば、小林麻耶さんがもし本当に離婚しているのであれば、介護を、自分がするとして、働きながら介護も無理でしょう。いや、もうこれは本当の話だから。で、年金を2000万はかけておかなかったら、一月15万円からの給付にはならないから、それは受け取り60歳からか、65歳からなのかはわからないんですけども、保障的な部分とかも必要でしょう。あ、いっぱいみんなで集まって、各自でいろいろ、状況とか情報とか出し合って、どういうふうなところに無理があったかとか、こんな方法無理だっていうことで、まあ裁判所で判決もらって、全ての内容をテレビで本当のことを放送させてもらうとかね、そういうふうなことをして、まず自分の身を守れるような形を作っておくことの方が優先順位は先かなとは思いますね。その優先順位っていうのは、そのお金を稼ぐっていうことを優先順位にするんじゃなくて、まず電波等の攻撃から身を守るっていう意味でですね、だからこの、この社会のこの仕組み自体がどう考えても欠点だらけですね。まあもうだいぶ話長くなりましたので、これぐらいにしておきますね。
やっぱり裁判所で解決ですかね、そこで何か、判決もらって、本当のことを、いや、本当はこっちはこういう状況だった、あっちはこういう状況だった、で、みんな、マスコミの人とかがこういうふうに駆け立てていた人がいたとかね。で、ただ僕の件に関して、まあ一時的に僕の名前を、テレビで出てる人たちがすんなりと、淡井さん、淡井さんって言ってた時は ありましたし、で、まあそれによって、言い方とか、その言ってる内容とかにもよるんですけども、道で絡まれたりだとか、今どこそこにいるとか、だから電波で分かっていて、それを番組放送中に言ったりしていた。あれはもう何にしましたね。いやだからそれはね、フジテレビの、もう今は中堅どころでもう見かけなくなった人たちのアナウンサーだとか、だから僕に対して悪さをしていた人たちに関してもうテレビ局に残っておいてもらわなかったら、証言者としてもそれも誰が何言ってたかもうはっきり覚えてないんですけども、こういうふうに、文言でもいいか記録しておけばよかったかなとは思うんですけども、この方も何から解決していったらいいのかっていうところですね。以上です。まあ後でもうちょっと小林真弥さんの動画見てみます。